はい、どうも、竹の子塾の大久保です。今回は中学数学のなぜということで、この分数の中にね、分数がある形の計算の方法、ね、計算のやり方というのをね、やってみたいと思います。で、まあ、早速なんですけどね、こういう計算があったとしますね。まあ、これ分数で、5分の2分の4、ね、まあ、どういうことかというと、この5分の2がね、この分数全体のこれ分母になってますよとね。で、分子は4ですよとね。だからこの分母が、この分母のところが、分数になっているとね。こういうふうにね、分数の中に分数がある。この分、もともと分数があって、ね、その分数の分母が5分の2ってことで、分数の中にさらにこの分数がある場合ね。まあこれどういうふうに計算すればいいんですかっていうので、まあ2通りのね、やり方があります。で、一つ目は、ここに書いてるんですけど、分数を割り算の形にして逆数の掛け算にする。まあどういうことですかっていうと、まあ例としてね、例えば7分の3っていうのをね、これ割り算の形にすると、3割る7っていうふうにね、書き換えることができましたね。この、分子の数割る、ね、分母の数っていうふうな割り算の形にできると、ね。で、じゃあこのね、5分の2分の4っていうね、この分数の中に分数がある、このね、分数も同じようにね、分数を割り算の形にして計算してみましょうとね。すると、分母がこれ5分の2になって、分子が4っていうことなので、結局ね、分子割る分母っていうふうにね、こういうふうに、分子割る分母っていうふうにね、この分数は割り算の形に直せるので、ね、分子、4割ることの分母、ね、5分の2っていうふうに考えればいいですよ。そうするとね、分数の割り算は逆数の掛け算にして計算できましたよね。だから4割る5分の2っていうのは 4×2 分の5とね、またこれね、4って1分の4っていうことなので、2で約分して、まあ、分母はね、もう1になりますね。1×1 で1。ね、で、2×5 で10。で、1分の10っていうことは、10ですね、と。こういうふうに計算できるとね。まあ、これがまあね、普通のやり方ですよね。まあ、これでね、やればいいかなと思うんですけど、まあ、せっかくなのでね、もう一つ別のやり方もね、やってみましょうと。で、もう一つがね、分母と分子に同じ数をかけて、分数の中の分数を、整数の形にして計算しますよとね。まあ、ちょっとね、これだけだとよく意味がわからないと思うので、ですね、ちょっとね、まずその、分子と分母に同じ数をかけるっていうのはどういうことかっていうので、ちょっと例を挙げるんですけど、5分の1っていうね、まあ、ちょっとこれ適当な分数です。で、それに、分子と分母が同じ数ね、2分の2をかけますね。で、2分の2って結局これ、約分して1分の1だから1と同じことですよね。分子と分母が同じ数の分数っていうのは1と同じことですね。で、この5分の1に2分の2かけたらね、分母は分母同士、分子は分子同士で掛け算するので、5×2 で10分の1×2で2と、ね。で、ここにも書いてるんですけど、結局ね、掛け算ってね、1かけてもね、この数の大きさは変わらないので、このね、5分の1と10分の2っていうのは、まあ、2分の2かけてるけど、2分の2は1だから、結局5分の1と10分の2ってね、まあ、これ約分したら結局また5分の1に戻るから、数ね、大きさ一緒ですよ、と。で、これをね、利用します。じゃあ、ね、これ、ね、この5分の2分の4っていうね、この分数の、ね、この分母と分子に、同じ数をかけて、ね、ここのところをね、分数じゃないようにしたいよと。じゃあ何をかければいいかというと、ね、この分母の中に、ね、含まれているこの分数のさらにここの分母のところね、この5です。この5をね、分子と分母にそれぞれかけてみますよと。でやってみると、5分の5をかけてあげるとね。まあ、これ5分の5かけても1なんで大きさ変わらないですよね。で、そしたらこう分子の方は 4×5 ですよね。4×5 と。で、当然分母の方もこの5分の 2×5 ですよとね。で、そうすると、まあ分子の方は 4×5=20。で、分母の方はね、5分の 2×5 だから、まあ、これ1分の5っていうことなので、約分できますよね。5で約分して1。こっちも約分して1。ね。そしたら、1分のね、
1分の 2×1 だから2、1分の2ってことは要するに2ですよね。ということでね、この分子と分母に5分の5をかけることによって、ね、分母の方のこの5とね、この5がね、約分されて、2っていうふうにね、この分子と分母に同じ数、5をかけてね、分数の中の分数、この5分の2っていうのをね、整数2にすることができましたよと。で、あとはまあ2分の20なんで、まあ約分して、2で約分すると、まあ10っていうのでね、まあ、これ当然なんですけれども、まあ、同じ答えになりますよ、という感じですね。はい。で、まあちょっとね、2パターンのね、やり方説明したので、ここにね、3つ練習問題を作っておきました。ね、ちょっとね、自分でやってみたいよって人はね、ここで一回動画止めて、で、ちょっとね、問題の方をやってみてください。はい。じゃあちょっとね、解説の方をね、ちょっとやっていきたいと思います。まず1番ね、これは3分の4分の2っていうふうに、まあこの問題と同じで、ね、この分数の分母の方にね、分数がまた来てますよ、と。で、このね、カッコ1のやり方でやるならば、カッコ1のやり方でやるならば、ね、要するに、2割る、ね、分子割る分母ってことだから、2割る3分の4とね。で、これ逆数の掛け算にして、2かける4分の3ですよ。で、そうすると、これね、2で約分できて、まあ、1かけ2で2。1かけ3で3ということで、まあ、2分の3というふうにね、求めることができますよ、と。で、もしくはね、この、こっちのね、2番の場合でいくと、どうなるかっていうと、2番の場合だと、3分の4分の2ということで、ね、この、ここの3をですね、分子と分母にかけてあげるよ、と。そうすると、これね、2、3が6っていう風になって、これも、3分の 4×3 ってやるので、ここで約分されて1分の1になるから、まあ1分の4で結局4とね。で、これ2で約分すると、まあ2分の3とね。まあ当然ですけどね、同じ答えになりますよ、と。で、続いてじゃあこのね、2番ね、今度は、この、分子の方にね、分数が含まれてますよ、ね。でも、まあ、やることは変わりません。この括弧の1のね、やり方で言うならば、ちょっと狭くません。括弧の1のやり方で言うならば、ね、分子が2分の3ですよね。割る分母が4ですので、2分の3割る4というふうに考えてあげればいい。ね、そしたら、これ逆数の掛け算にするから、まあ、2分の3かける、これ1分の4の割り算だから、逆数の掛け算にすると4分の1とね。で、そしたら、2×4 で8とね、3×1 で3で、まあ、当然ね、8分の3になりますよ、と。で、これもね、じゃあこのね、この、括弧の2番のやり方で、まあ、これやるとどうなるかっていうと、括弧の2番のやり方で言うと、4分の2分の3、かけるっていうことで、今度はね、この分子の方に含まれている分数の、この2ですよね。この2がね、なくなってほしいから、今度はね、分子と分母の両方に2をかけます。そうすると、分母は、4、2が8。ね、これ2分の3かける2。ちょっと、ここら辺書くと、2分の3かける2ってなりますよね。分子の方の掛け算はね。で、これ1分の2だから約分して、1分の3になって結局、8分の3で、これ一緒になりますよ、という感じですね。で、最後、ちょっと今度はね、分子と分母両方がさらに分数になってる。9分の10分の3分の4ね。ちょっとこっちもやってみますね。この場合だと、ですね、この括弧1のやり方でやると、括弧1のやり方だと、この分子がね、3分の4で、分母がこの9分の10なんで、分子割る分母って形をするので、今度は3分の4割る、9分の10ですね。で、これ逆数の掛け算にすればいいので、
こうなりますよね。であとはこれ3で約分して2で約分して答えが 1×5 で5で2、3が6ということで、まあ、5分の6となりますよと。でこっちのね、あこっちのねっていうか、まあ、ついでにねこの2番のやり方でやるならどうなるかっていうとちょっと大変なんですけど3分の4が分ですね。9分の10が分母に来てて、ね、でこのこれですね、3と9ね、まあ、両方ともね、これ約分して1にしてね、こう全体を整数にしたいから分子と分母に何かければいいかというと、ね、9をかければいいですよとね。でそうするとどうなるかっていうと、まあ、この分子のはですね、ちょっとこの辺に適当に計算すると、この分子の方だと、このね、3分の4かける、このね、9なんで、まあ1分の9だから、3で約分して、資産12とね、分子の方は12になるよと。で、分母の方も同じように考えると、これですね、9分の10かけるまたこの9をすると、まあ、これ約分されて1分の10だからこれ10になりますよね。で10分の12と。でこれ2で約分すると、まあ、当然答えは同じなんですけど5分の6というふうにね答えが出てくるという感じになります。はい、今回ね、まあ、ちょっと長くなったんですけれども、まあね、これね、まあ、どっちかの自分のね、好きな方で計算してもらうといいかなと思います。まあ、普通にやればね、こっちでいいんですけれども、まあね、このやり方もね、知っとくとね、こっちのやり方の方がね、いいなっていう人もね、いるかもしれないので、まあ、今回ね、あえて紹介しました。ではね、今回これで終わりたいと思います。で、あとね、他にも解説とか語呂合わせとかね、リクエストだったらコメント欄の方にお願いします。あとは、まあ、たけのこ塾の Twitter、Instagram やってますので、フォローお願いします。リンクは概要欄に貼っておきます。終わります。どうもありがとうございます。